四角の十箱十箱読みは、日本語における熟語の変則的な読み方の一つ。この上の字を音として、下の字を訓として読む、十箱のような熟語の読みの総称である。原則として、規範的な読み方ではないとされるが、現代の日本語においては、和語と漢語が結合した、混虫語も日常語として深く浸透しており、寛用になっているものも少なくない。 これに対して、上の字がくん、下の字が音とする読み方を、ゆとう読みという。後半が濁音化する例が多く見られる。なお、重箱とは、何段かを積み重ねられるようにした食物を入れる箱であり、おし料理や工楽によく使われている。自然科学や工学の領域では、以下のような例にことかかない。これは、場や幅が、フィールドやウィドスといった、 外来語の訳語として当てられているためであり、場の理論、ベクトル上のように読む規則を適用した結果である。会場の音上、反音全幅に、全幅の信頼を寄せるのように読み替えが必要とされる。以下は、漢字の選ばれ方に語義との脈絡が乏しく、当て字の性格が強いもの。当て字の結果、たまたま重箱読みに見える形になった例である。 考察するにあたって日本語の語生性を論じる必要がなく単に当て字の当て方を論ずればこと足りるという点で典型的な十箱読みとはやや異質なものである以下は固有名詞の例一般に固有名詞における漢字の読み方は非常に多様で分類も困難であり通常はこれらを十箱読みとは呼ばない AB、十箱読みから工事園第六版 ゆとう読みから工事園第6版。ありがとうございます。